どうも、浜の YouTuber 宮野です。今回もプロスピエースやっていきます。第1回、170m を超えろ、ホームラン競争。まあね、ホームランダービーが今来ているので、170m 弾をね、目指してちょっとホームランダービーやっていこうかなと思います。では行きましょう。で、ホームランダービーやっていくんですけど、今回からね、まあホームランの演出で、まあカメラがね、結構入れ替わったりだとかで、そう、新しい演出が追加されたんでね、その辺もちょっと見ていこうかなと思ってます。ではやっていきましょう。まあどんな演出が見られるのか。まあ一応ね、何回かやってるんで、もう一応見てはいるんですけど、まあまたね、見ていければなと思います。やっぱり重いな、ちょっとだけ。ちょっとどころじゃないか。ってことで、綺麗な流し打ちですね。いやー、137メートル。170メートル超え弾、目指して頑張っていきましょう。オッケー、いいんじゃないこれ。155。実際に僕が見たことあるのは174くらいかな。は見たことあるんですけど、それ以上はあんまり見たことはないね。なんか何年か前に、179メートルとか180メートルとかが出ちゃう、まあ、やばい回があったんですけど、ホームランダービーで。まあ、修正が入りましたよね、ちゃんと。うん、ファールボール。まあ、あの時は本当に、190メートルとか出てたような気がします。最近はほんと見られなくなっちゃったけどね。まあでも、今の状況で170メートルを目指していきたい。いい演出だね、今の。162メートル。さあ、ということで、ロペス選手の挑戦。ドヤ！おー、かっこいい。これはどうだ？いいんじゃない ?158。思ったより伸びないな。ラスト。OK！ いいんじゃないこれ。170いくっしょ。158。ってことで、ロペス選手の調整は、170メートル弾ならずと。さあ、続いて2人目の挑戦です。山田哲人選手。しかも、スペシャルチャレンジに挑みます。クモン選手のリアルスピード、やっていきましょう。もしよかったらね、皆さん、コメント欄の方にね、何メートル弾出ましたっていうね、のがあれば、ぜひ教えていただきたいです。僕も今回やってて、172は出したんですけど、それ以上はまだ出てないかな。おわ、かっこいい。これはいいんじゃない？ 153。ああ、160は出てないのか。それが意外と伸びてない。綺麗な流し打ち。168。おー、惜しい。あと2メートル。この調子でいきたい。まあ、風速なんかも追加されましたからね、アップデートで。その辺もちょっと、飛距離に関係しているのかもしれない。151メートル。あんまり伸びないな。おー、かっこいい。いいアングルですね。169。いいんじゃない？なんか今、大谷選手が最速出した時の実況に出てた。165みたいな。152メートル。いや、でも本当に、今のプロ野球160バンバン出しますからね。国吉選手ですら161出して、もうね、10年前だったら最速ですからね、161キロなんて。クルーン選手が出した。最速と同じですからね。そう考えるとやばい。OK！ いいんじゃないこれ、引っ張り。171！ 来たー！ってことで、2人目の山田哲人選手で、チャレンジ達成です。171メートル。動画で収めることができました。これもいいんじゃない ?148、全然良くなかった。OK！ ってことで、まあ、スペシャルチャレンジなんかもクリアしつつ、171メートルが出ましたね。いや、なかなかの飛距離じゃないでしょうか。さあ、てことで3人目の挑戦です。都合選手、行きましょう。ノーマルスピードですね。果たして山田選手の171メートルを超えることができるのか。パワーだけで言ったら、まあ、都合選手の方が低いんですけど、そう、まあ、シリーズの関係とかもあるんですけど、まあ特殊能力なんかで上げられれば、ああ、出ないか。いいんですが。うわー、間違えた。リアルスピードの後ね、やっぱ、なんだ、早く振りすぎちゃう。うん。タイミング合わないよね。OK！ いいんじゃない ?155。初っ端から150メートル弾出しました。まあでも冷静に考えてみて150メートルもすごいけどね。おお、来た !175 メートル。やべえ、初めて見た、今回。175は、動画以外でも今回、最高飛距離じゃないかな。ってことで2球目で、いや3球目か。あっという間に抜かしてしまいました、山田選手の記録。175は相当飛ばしたな。いいんじゃないこれ、流し打ち、かっこいい。171。おー。
あっさり 170m2 本出すか。さすが筒香選手164。やっぱ筒香選手飛びますね。そう、冷静に考えてみてさっき思ったんですけど、 150m もえぐいですからね。 150m って現実でやったらちょっと相当ですよ。172、筒香選手すごいな。 170m3 発もう1本出したい。いいんじゃないでしょうか。これも160、いいって思った時ほど伸びないんだよな。それが分かんない。ラストドヤ。あー、かっこいいな。 159m。 ここでスタンプ1個もクリアできなかったけど、なんと 175m 記録しました。これはなかなかの記録じゃないでしょうか。普通に動画以外でもちょっと見たことない記録でしたね。はい、そんな感じで3人目筒香選手 175m です。では4人目挑戦していきましょう。柳田選手、これが今回一番飛ばすんじゃないであろうかっていう選手なんですけど、まあ大きく期待しています。いきましょう。さあ4人目、柳田選手挑戦です。果たして筒香選手の 175m を超えることができるのか、やっていきましょう。 OK、 いいんじゃないでしょうか。さすがもうスーパースターですから。きっと176を出してくれるでしょう。おー、162。やっぱどこに打てばいいかってあんまり分かんないんだよな。その辺もちょっと今回見ていければと思ったんですけど、やっぱ一番深そうなのは宇宙間だよね。センター方向に飛ばしてもあんまり、ああでもまあまあ伸びたな。バックスクリーン越え 168m。 170は出しておきたい。とりあえず OK、 いいんじゃない。163、そりゃ、おー、かっこいい。これはいったでしょう。157。いやー、やっぱカメラかっこいいな、新しいカメラ演出。すごいなんか、なんだ、体重が乗ってる感じがする。打球にこのカメラだといいですね。おー、引っ張り156。ちょっと打球の伸びがいまいち。十分すごいが170出したい。これもかっこいい。157。そしてラストです。170、引っ張り163。ってことで4人目柳田選手の挑戦は 170m 弾ならずと。いやー残念。筒香選手相当すごかったな、そう考えると。さあ、ってことで5人目の挑戦です。リアルスピードが来ているので柳田選手に挑戦していきましょう。5人目の挑戦です。丸選手、カープ時代です。さあ1本目流し打ち 150m。 やっぱ僕がどっちかというとね、まあ巨人でもだいぶ慣れてはきましたけど、やっぱ赤ユニフォームのカープ時代の丸選手の方が未だに好きですね。まあ自分が選手として使ってるっていうのもあると思うんですけど、やっぱカープの方がねしっくりくる。 169m、 いいね。さあこの調子で170も出しておきたい。ちょっと振り遅れてる、詰まってますね。けどホームラン、いいんじゃない。振り切ったよ。167。やっぱカメラいいな。おお、センターバックスクリーン大きく飛んだ。 170m 出ました。やっぱリアスピの方がいいのかな、飛距離は。そんな感じはしてしまう。157。さあもう一本打てばとりあえずチャレンジは成功。 OK。さあラスト、おりゃ、おー、いい飛距離。144。あれすごい飛んだと思ったんだけどな。おお、てかで獲得ホームランポイント1万5000と、結構これもすごいな。はい、そんな感じで、まあ、170m でしたね記録は。ということで今回は 170m 弾を目指してねホームラン競争やっていきましたが、結果で言いますと、1位が筒香選手の 175m と、で2位が同じく筒香選手 171m と、それに並んで山瀬選手に 171m でしたね。はい、まあ、そんな感じで今回の記録 175m と、いやこれはかなりいい記録じゃないでしょうか。
最近見なかったからね、175m って。まあよかったらね、あのコメント欄の方に自分何メートル出ましたとかね、教えていただけたらなと思います。で、ツイッターの方でね、僕にあの画像付きでね、DM 送ってくれてもいいんで、まあもしよかったらね、何メートル出ましたっていうね、報告をしていただければなと思います。そんな感じでこの辺でこの動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしね、175m、すごいと思ったら、高評価の方よろしくお願いいたします。ってことで、じゃあね、バイバイ。